こんにちは、しばとでーす。今日はですね、先日弾いてみた動画で上げさせていただいたルナシーのトゥルーブルーなんですけれども、あの時のですね、音どんな感じで撮ったかっていうのを見ていきたいなと思います。使用したのはですね、Zoom の MS50G です。これを iPad でライン撮りしました。ギターはですね、杉蔵さんパート弾いた時はストラトで、イノランさんのパート弾いた時はジャズマスターでした。で、まあ実際に弾いた時のギターとは違うんですけれども、今回杉蔵さんのパートはこのストラト、フェルナンデスの RST70 だったかなのストラトで鳴らして、でイノランさんのパートはこのフェンダーのジャズマスターで鳴らしてみたいと思います。この2種類のギターがですね、相まみえてルナシーサウンドになってくんだなっていうのがわかるかと思いますので、ぜひぜひご覧ください。アンパンマイクロキューブです。設定はこんな感じです。では早速中身を見ていきましょう。杉蔵さんのパートを弾いた時のエフェクトがこちら。まあノイズリダクションを入れて、で、MS ドライブ。まあ歪みが強いマーシャルですね。で、プレート。これはリバーブです。ライン撮りの時はだいたいリバーブこっちでかけてます。エフェクトの方でかけてます。で、ラインセレクター。で、ベンドコーラス、ディレイという風な感じになってますね。で、このラインセレクターなんですけれども、押すと、オンにすると、これと、これ、ディレイとベンドがオンになるという風な設定にしてあります。なので、メインはですね、この歪みですね。マーシャルです。みたいな感じですね。みたいな感じの音なんですけど、ちょっとジャキッとしてるんですが、ピックアップはセンターにしております。ゲイン65。そんな上げてないですね。割とクランチ気味な感じです。で、トレブルを下げてますね。ちょっとジャキジャキになりやすすぎるというか、この MS ドライブがですね、キュンとギャンとなる感じなんで、もうちょっとベース上げてもいいかな。上げすぎかな。これぐらいあってもいいかなっていう感じですね。プレゼンスも下げております。まあ当時はラインで撮りました、アウトは。まあ、こんな感じですね。これがメインの設定になっていて、で、ちょっと空気感ですね。エアー感が欲しいので、軽くリバーブをかけております。こんな感じです。通常のメインの歪みはこんな感じです。まあ、弾くフレーズもすごくシンプルなんで、まあ、音での存在感ですね。このチューブっぽい音での存在感を出せたらなと思って、こんな感じの設定にしております。でですね、ソロの音ですね。ソロの時にこのラインセレクターを踏むんですけれども、ベンドとディレイですね。まあ、ベンドが結構ミソというか。というふうな感じで、もうちょっとかかってでもいいのかな。深さ。デプスを上げてみますかね。
そうですね、もうちょっと欲しいなっていう人はもうちょっと深さデプスをかけてもいいと思います。うん、これぐらいでもいいかもしれないですね。 LINE の時はですね、もっとこう聞きが良かったんですけれども、通常アンプで鳴らす場合は若干大げさめにしても良いかと思います。これですね、ちょっとピッキングこんな感じなんですよ。でこのエフェクターなんですけれども、ピッキングの強弱、いや、あとチョーク、みたいな感じで、チョークのスピードであったりとか強弱によって音色が変わってくるので、そこをちょっと上手にやっていくと、よりスギゾーさんっぽくなるかなと。みたいな感じですね、このみたいな感じの、このこうスピード的なチョークみたいなのが入るとより雰囲気出ますね。ディレイ見てみましょうかね。ディレイはまあ通常通りですね、まあ、タイムがまあ大体僕はいつも360からぐらいですかね。でフィードバックもまあ大体20ぐらいにいつもしているので、切りよくいきましょうかね。370。まあこれぐらいの残響があってもいいんじゃないかなという感じです。スギゾーさんパートはこんな感じでしたね。続いてイノランさんのパートです。まずですね、セッティングしているエフェクターから見ていきましょうか。コンプで MS1959、 先ほどの杉蔵さんのよりは歪まないクランチ用のエフェクターですね。でチューブスクリーム、これはね使わなかったです、一応置いといたんですけど。あとディレイですね。で先ほどと同じようにリバーブ、まあこれはプレートでもエアーでもですね、雰囲気好きな方を選んでいただけたらなと思います。じゃあまずはメインの歪み、もうこれ1本と言いたいところなんですけれども、コンプはクリーンも歪みの時もずっとつけております。これはですね、オリジナル版の時の音ってよりはどっちかというとジャズマスターを使い始めた頃からの音を意識しているような感じです。ジャキーとした感じですね。みたいな感じですね。ちょっとジャキジャキという感じですけど、ゲインは25、トレブル、ミッドが若干上げ気味なだけで、割とセンター寄りな感じですね。プレゼンスもうちょっと下げてもいいかな。うん、こんな感じですね、メインの歪みは。みたいな感じですね。で、クリーンはですね、意外とシンプルな感じで、これを取ってディレイをかけると、みたいな感じですね。ちょっと遅めのかかりにしてますね。まあ白玉で結構伸ばすところが多いので、ちょっとディレイタイムがフィードバック長めで、ディレイタイムがテンポよりも
遅めな感じですかね。みたいな感じですね。まあ、クリーンはですね、やっぱり肝はこのコンプですね。コンプが結構重要で。これがあるのとないのじゃ、この前の出方が前に出てきますね。このコンプの設定見ておきましょうか。アタック1、まあ、こんな感じです。割とシンプルな感じで、これがあるのとないのでは全然違うので重要ですね。で、ギターソロ明けのジャンジャカジャンジャカの部分ですね。これはですね、ディレイを削ってコンプだけ。っていうような感じですね。まあ、これはもうジャズマスターの素材をそのまま活かしたような感じの音になっているので、特にこだわりなくというか、まあアンプそのままな感じの音ですね。ジャズマスターの音です。な感じです。というふうな感じになりました。まあシンプルではあったんですけれども、まあ、こんな感じで鳴らすと割と雰囲気は出るよっていうふうな感じの設定をご紹介させていただきました。まあ、今後他の曲であったり、まあ、他のバンドさんの楽曲とかもですね、聴いてみた、やっていきたいなと思いますので、引き続きご視聴よろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくね。ありがとうございました。